ピラニアは実は臆病。みんなこんにちは、アテナくんだよ。今日はピラニアくんのお話。ピラニアは南アメリカのアマゾンの至る所に住んでる肉食の魚。みんなピラニアって言うとどんなイメージがあるかな？どう猛で血に飢えている？牛なんかをみんなで襲ってあっという間に骨にしちゃう？人も襲って食べちゃう？なるほど。今日はピラニアくんにお話聞いてみたよ。やあ、僕はピラニア。みんな僕を血に飢えた怖い魚って思ってるみたいだね。ひどいなあ。僕らって実はそんなに凶暴じゃないんだ。こんな怖い顔してるけど、実は臆病で神経質なんだ。え、そうなの？うん、僕らピラニアが食べるのは自分よりも小さい生き物。他の魚や水に落ちた鳥やネズミなんかね。逆に自分より大きな動物が来たら逃げてっちゃう。そうなんだ。もっと怖いイメージだったんだけど。だって僕らピラニアのいる川でみんな平気で洗濯もしてる。逆に僕らが逃げていくくらいさ。実は餌を食べる時だって危険がないだろうかっておっかなびっくり。でも一匹が食べ始めると他のピラニアもみんな食べ出すんだ。そして食べ終わるとすぐに餌から離れちゃう。僕らを食べるのはオオカワウソとかワニ、鳥とかだよ。餌ってみんなで一斉に食べてるの？ううん、僕らは順番を守って一匹ずつ食べているんだ。一匹が肉を噛み切ると後ろに引くんだ。すると後ろに控えてた仲間が出てくるって感じでね。すごく早いから一斉に飛びかかってるように見えるんだ。へえ、そうなんだ。うん、僕らはこの通り鋭い歯を持ってるからこの歯で仲間を傷つけちゃいけないからね。それにしてもすごい歯だね。僕らの歯って人間が使う解剖用ナイフよりも鋭いんだ。ステーキナイフの歯のように歯にギザギザがついてるからね。顎の筋肉だって魚でトップクラスだ。でも人が襲われたって事件も聞いたことあるけど、臆病で神経質な僕らだけど血の匂いと水面をバシャバシャ叩く音には興奮しちゃう。そうして興奮してスイッチが入っちゃうと水面が泡立つくらいの勢いで獲物に食らいついちゃう。だからそういう状態で僕らのいる川へ入るのはとても危険。雨季、雨の降る時期は僕らピラニアの恋の季節。この時期オスもメスも体が真っ黒になる。卵が生まれるとオスは敵を追い払って卵を守るんだ。2日もすると卵が帰って赤ちゃんピラニアが生まれてくる。1年も経つと大人と同じ姿になるんだよ。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。バイバイ。